宮城の区竜岡付近元寺工事副室線は宮城県仙台市青葉区下教院と同市宮城野区鶴巻を結ぶ8240メートルに及ぶ都市計画道路仙台駅の北 X 橋交差点から広瀬2を直進する形で接続し指導宮城の1888号元寺工事副室線指導宮城の1282号 元寺工事復室線。指導宮城の1562号。元寺工事復室線。指導宮城の1479号。元寺工事復室線。指導宮城の1096号,号。元寺工事復室線。指導和川谷市385号。元寺工事復室線。指導宮城の1035号。元寺工事復室線を、通し、鶴巻交差点に至る。 東北自動車道仙台宮城 IC から仙台西道路広瀬2東道路を経て仙台東部道路仙台港 IC 付近までを仙台市都心部を貫通する形でほぼ一直線に結ぶ X 京交差点から東八番町中江線及び宮沢根白石線と交差して龍岡公園北西の交差点に至るまでの1018メートルの区間現在 西行きの一方通行となっている指導宮城の1312号20人、朝鮮を拡張し、片側3車線、計六車線化した道路として、事業中。宮城の橋の掛け替えも、当事業に含まれる。現在区画整理が進行中であり、部分的に開通している。宮城の橋掛け替え地上を走る JR 東日本、東北本線と、 高架部分を走る道東北新幹線の間を謳歌する片側1車線、計2車線の宮城の橋を片側3車線、上下線別の橋に掛け替える工事。北側の橋を2013年に暫定供用させた後、旧宮城の橋を撤去し、南側の橋を2016年度に完全供用させる計画。北側の橋は2013年10月31日に、 共用開始した。南側の橋は、急遽を2014年7月10日未明に撤去した。後、2017年3月26日に3、車線にて暫定共用開始。2017年6月に6、車線にて完全共用開始した。当初の計画案では、X 橋交差点ではなく、中央2丁目交差点に接続させ、駅前通りをオーバークロスさせる予定だったが、 再検証した上で現行の工事に変更。これによって、事業費と工期が圧縮され、橋町も370メートルから152メートルに短縮された。前節、主導宮城の1888号線から接続し、筒子が丘公園東交差点を経て、主導宮城の1253号台1号線交差部分に至るまでの317メートルの区間。 片側2車線、計4車線道路として、共用済みとなっている。前節、指導宮城の1282号、元寺工事副室線から接続し、指導宮城の1457号宮城の通り1号線との接続部に至るまでの400メートルの区間。2011年3月2日に共用を開始した。前節、指導宮城の1562号、 元寺工事副室線から接続し、仙台医療センターの北で減損する指導宮城の1205号、銀南町5号線と合流、銀南町交差点に至る670メートルの区間。指導宮城の1205号銀南町5号線と重複する区間は、片側2車線、計4車線道路。前節、指導宮城の1479号。 元寺工事副室線から接続し、自衛隊正門前交差点に至るまでの559.1メートルの区間。片側2車線、計4車線道路として共用済み。前節、指導宮城の1096号、元寺工事副室線から接続し、卸町4丁目交差点を経て、箱包み交差点に至るまでの1456メートルの区間。 陸上自衛隊仙台駐屯地と接している区間は、片側2車線、計4車線、他区間は、片側4車線、計8車線として、共用済み。東道路は、宮城野区と若林区の区境界線となっており、東市道のみ、若林区に属する道路として扱われている。前節、市道若林385号、元寺工事福祉線から接続し、 大木町7丁目交差点等を経て、鶴巻交差点に至るまでの2576.2メートルの区間。片側3車線、計六車線として共用済み。ありがとうございます。